先週のメッセージ覚えていらっしゃいますでしょうか。大体の時に平野のルツキの初めのところからですね、のメッセージをしてくださったございます。その時代の中に生きる人たち、生きられた人たち、本当にですね、一生懸命、にですね、その時代の今をですね、生きてるなってそうですね、メッセージを伺いながら覚えさせていただいたことでございます。私たちもですね、2017年の10月29日の日、今現在の恵みによってですね、今を生きさせていただいております。本当にお恵みですよね。先ほどの小瀬さんのお話の中にもあったことでございますけれども、その時代を生きた人たちの証がまたですね、聖書の中にされていることを教えていただいて嬉しく思います。今日の御言葉の箇所をですね、読んでいただきました。ヨセフもその時代をですね、本当に神様と共にですね、生きられた人であることを思います。よく行く行かない、は別としてですね、その時代を本当に目の前にあることとして真剣に取り組んでいったのかなって、そのようにですね、お祈りをいたします。天の父なる神様、ありがとうございます。あなたのお恵みによりまして、ご夫妻の台の中の性別化に、聖霊の皆さんと共に、あなたの前に、ぬかずく時を備えられて、よろしく思います。感謝します。神様、過ぎました1週間、ありがとうございます。また、神様、先週について台風が感じておりますけれども、この時にも、あなたの前に集わせていただきまして、ありがとうございます。どうぞ神様、被害が最小限にとどめられますように、祝福してください。お願いいたします。またどうぞ、今日呼ばれました御言葉から、あなたによって準備させていただいたことですけれども、教えられたところに従ってどうぞ、よく役割を果たすことができますように祝福して、はい、ありがとうございます。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。はや10月がですね、終わろうとしています。本当に早いなと、そうですね、生涯からですね、学ばせていただいております小隊長はですね、新約聖書を主にですね、メッセージされておられます。そして、小隊長夫人はですね、支援からメッセージをされていらっしゃるので、私はどこからですねと思ったことでございますが、ヨセフの生涯もですね、先ほど申し上げました、その時代を生きた人たちの証をですね、見させていただくというのも素晴らしいことかなと、そう思ってヨセフの生涯から学ばせていただいております。ヨセフはエジプ
徒に奴隷としてですね売られていました。宮廷の役人で侍従長のポテファルという人にですね買い取られたことであります。しかし彼は奴隷というそういった立場は変わりませんけれども、その主人ポテファルにとても信頼をされてですね、本当に大きな責任、大切な働きをですね任されるようになったことであります。その後ですね、ことをヨセフの生涯を裏付けるかのようにですね、一つの御言葉が4回記されています。主が共におられた、主がヨセフと共におられた、この御言葉が2節と3節、そして21節と23節に記されております。前半の2節と3節についてはすでに学ばせていただきました。でも少しだけですね振り返るという意味においてですね申し上げたいと思います。主がヨセフと共におられたので彼はうまくことを運んだ。ことがうまく運ぶといいですね。私もメッセージが本当によくですね皆さんの心の中に、伝わればいいな、そのようにですね思っております。主がヨセフと共におられたので彼はことをうまく運んだ。今年の国会審議を紛糾させた一つのこと、それは2月の学園問題にですね、紛糾したということではないかなと、そうですね思います。審議の妨げになったものはどんなことであったんでしょうか。聖書は主がヨセフと共におられたので彼はうまくことがあったと言っていますこれはヨセフが何もしないで自動運転で自動車を運転したというような意味ではない。ポテファルの家に買い取られたヨセフが仕事を無理にさせられた時もあったけれども、しかしながら主と共に働いて、そう言ってですね本当に陰ひなたなく働いて主人であるポテファルに仕えたということの証ではないかな、そうですね思う。どんなにことがうまく運んだとしても、それを覆い隠しているものがあるとするならば、やがてですねそれがあらわになってくることであります。ヨセフは主人ポテファルの家で神様と共に働き、神様に仕えるごとくに主人ポテファルに仕えた。アブラもまたそのことをですね言っています。また同じ御言葉を新改訳聖書と旧約聖書では、主がヨセフと共におられたので彼は幸運な人となり、エジプトの主人の家にいたと訳されております。主がヨセフと共におられたので彼は幸運な人となり、主人ポテファルの家にいた。神様と共に生活すること、歩むこと、働きをさせていただくこと、これ以上に幸いなことがないのかなと
聖書の言葉では幸運のですね、ものとしてヨセフを取り扱っております。私たちも私たちのために死んでくださった、命を捧げてくださる子に、私たちを慈しみ愛してくださるイエス様によって幸いなことになった。そう主に感情するわけであります。また幸運な人となったであります。主よ、我と共に歩みたまえ、歩む間に我と語り、しもべ聞く語りませ、なが御言葉こそ我が命。旧約文化集206番の一節で、主が共におられ、ヨセフのすることをすべてうまく計られるのを見た主人は、ヨセフに目をかけて身近に仕えさせ、家の管理を得たり、財産をすべて彼の手に任せた。ここで注目したいことは、ヨセフの働きに注目している人が、もちろん神様がですね、ヨセフの働きに注目しておられることでありますけれども、もう一人ヨセフの働きに注目している人がいる。それは主人であるポテファルであります。神様の賜物は有形無形であると思いますけれども、いずれの賜物も主の栄光のため、そして自分に期待をしてくれている。ヨセフに関して申し上げると、ポテファルの用いそれが聖書の言わんとするところではないかな。そうですね、ヨセフはその賜物を目に見える主人ポテファルの家のために用いたのであります。主人ポテファルが家の管理やすべての財産をヨセフの手に任せたから、主はヨセフのゆえにポテファルの家を祝福された。主の祝福は家の中にも農地にもすべての財産に及んだと記されて、神様の祝福は私たちの家の中にも農地にも、農地とは働き場所ですよね、にも及ぶと、そう言っております。本当に素晴らしい御言葉であります。ヨセフが信じていた神様は、ヨセフのゆえに主人ポテファルの家を祝福されました。この御言葉は今の時代にも有効であると思います。私たちが信じる神様は、私たちのゆえに、私たちの職場や友人、知人、関係者の家を祝福されます。聖書はそう書いて、ヨセフはとても充実した日々を送っていました。しかし、そんな殉教のさなか、ヨセフはまさかの試みを受けるのであります。
まさかということが、学長おばさんがですね、よく用いられる。ね、まさかの出来事が、まさか出来事が重なるということもあります。応仁の乱、11年、12年続いたと言われますけれども、大義名分がない戦いだと出会ったと言われますけれども、みんなまさか、まさか。とそうですね、言った、プチプチに言った時代であった、その戦いであったということで、ございます。ヨセフもまさかをですね、経験をしています。創世記の39章の7節から20節をですね、お読みたいと思います。これらのことの後で、主人の妻はヨセフに目を注ぎながら言った。私のとこに入りなさい。しかしヨセフは拒んで主人の妻に言った。ご存知のようにご主人は私をそばに置き、家の中のことには一切木をお使いになりません。財産もすべて私の手に委ねてくださいました。この家では私の上に立つ者はいませんから、私の意のままにならない者はこのもありません。ただあなたは別です。あなたはご主人の妻ですから。私はどうしてそのように大きな悪を働いて神に罪を犯すことができましょう。彼女は毎日ヨセフに言い寄ったが、ヨセフは笑みを犯さず、彼女の傍らに寝ることも共にいることもしなかった。こうしてある日、ヨセフが仕事をしようと家に入ると、家の者が一人も家の中にいなかったので、彼女はヨセフの着物をつかんでいった。私のとこに入りなさい。ヨセフは着物を彼女の手に残し、逃げて外に出た。着物を彼女に手に残したまま、ヨセフが外へ逃げたのを見ると、彼女は家の者たちを呼び寄せていった。見てごらん、ヘブライ人などを私たちのところに連れてきたから、私たちはいたずらをされる。彼が私のところに来て私と寝ようとしたから、大声で叫びました。私が大声を上げて叫んだのを聞いて、私の傍らに着物を残したまま外へ逃げていきました。彼女は主人が家に帰ってくるまでその着物を傍らに置いていた。そして主人に同じことを語った。あなたが私のところに連れてきたあのヘブライ人の奴隷が私のところに来ていたずらをしようとしたのです。私が大声を上げて叫んだものですから、着物を私の傍らに残したまま外へ逃げていきました。少し長いところでしたけれども、読ませていただきました。7節に、私のとこに入りなさい。本当に降って湧いたようなですね、出来事、まさかの出来事がですね、ヨセフの
今この時にとして起こったわけで、ございます。ユンホワイブレでは、その頃困ったことが持ち上がりました。こともあろうにポテファルの妻がヨセフに目をつけたのです。一緒に寝ようとうるさく誘いかけますと訳しております。6月1日号の時の声に、旧制軍清瀬病院の院長であられる稲葉豊先生のですね、記事が載って、いました。先生曰く、教会に足を運ぶ決め手となったのは、友人から小学校時代のマドンナが来ていると聞いたから、参加をした、そうですね、先生がですね、インタビュー証しでそう言っておられます。マドンナとはですね、男性の憧れの的である、美しく若い女性のことであると、ここ時点にありましたけれども、稲葉青年が興味を示したマドンナは、言葉を一言も発しなくてもですね、将来有望なですね、青年をイエス様の妹に連れてきた、そしてしっかりと結びつけたという、そういった証しで神様のためにですね、用いられるマドンナ、一例かなって、そうですね、思うことでございますけれども、皆さんの賜物をですね、本当に神様の御前に、ですね、一人の青年を連れてくる、そういったですね、ことがあればいいかな、そうですね。ところで、皆さんは村岡花子さん、今 BS でですね、3チャンネルBS でですね、再放送なんですけれども、花子とアンがですね、放送されていますけれども、幼い時からですね、大変村岡花子さん本が好きで、しかし小作人農家のですね、彼女にとって本を読むことなどとてもできない。本を読む時間があったら、農作業を手伝いなさい、そういったですね、環境であります。しかしながらですね、彼女はどうしても本が読みたい、本が読みたい、本が読みたい、そういったですね、思いで、お父さんに連れて行ってもらった、近くの教会に夜ですね、ろうそくの明かりを、ランプの明かりを頼りにですね、教会の図書室にですね、お友達と忍び込んで本をむさぼるようにですね、読んだということで、ございます。そのような彼女がですね、絵は女学校にですね、編入生として、実際の時かな、学校に、入ってくるわけでありますけれども、その時の彼女、英語がわからない、単語がわからない、そういったですね、疑問をですね、そのままにする彼女ではなかった。図書室にですね、本当に無我夢中で走っていって、ですね、辞書を開いて、その単語の意味をですね、知ろうとした人であるということで、村岡花子さん、一番ですね、学校で、そういった意味によって廊下も走りますし、ですね、本当に一生懸命ですね、生きた人であると思います。廊下も先生が止めるのも
ったんですね。聞かないで走って、そして妊娠を受ける、何回も受ける彼女が一番多かったということでございまして、村岡花子さん、そのような村岡花子さんが心をときめく男性と出会った26歳の時で、その時のことを孫の村岡理恵さんが花子と愛への道の中でこのように書いています。1919年4月に運命の出会いを果たした2人は半年間に70通のラブレターを交わし合う。辞める妻、情弱な奥さんを持つ慶三は、愛する花子と一緒になりたいという熱い思いを綴り、花子は彼を愛しながらも未知ならぬ恋に落ちてしまった葛藤に苦しむ心を切々と綴ったと、そうですね、この中に、お孫さんのですね、村岡さんが書いております。普通ならばですね、伏せたいところですよね。そのことを伏せることなく書いて、すごいなって、そうですね、読みながら教えていただいたことで、あります。未知ならぬ恋愛をする者の心の葛藤。さて、ポテファルの妻はハンサムで姿が美しく、働き者で誠実なヨセフにいつしか心を寄せるようになった。ポテファルの奥さんの場合はですね、かなりというか少しというか、かなりそうですよね、上から目線のようにも読み取れることでございますけれども、彼女もまた未知ならぬ許されない行為と知りながらも、ヨセフに対する思いを収めることができなかったので、私のとこに入りなさい彼女は一度ならず毎日のようにヨセフを誘惑した。しかしヨセフの答えは、どうしてそのような悪を働いて神に罪を犯すことができましょうで、ヨセフはこの時何歳くらいであったでしょうか。彼がヨセフの物語、ヨセフ物語に登場したのが17歳の時で、あります。そしてエジプトファラオの前に立ったのが30歳の時でありますから、20代の若者が性に対するしっかりとした答えを、お守りさんにではなく、親にでもなく、神様に対して申し訳ないこと、そしてヨセフはこの言葉をポテファルの奥さんに言っているわけで、どうしてそのような悪を働いて神に罪を犯すことができましょう。これがヨセフの動かしがたい告白であり、社会に対する証である。私たちもヨセフ同様、今の時代を生かされているものとして、私たちがどのような乱れた社会の中に置かれていようとも、私たちが経験するその時々の出来事の中に、しっかりとしたやはり答えをですね、持っていなければいけないのかな。性に対することばかりでなくて、
いろんな出来事の中にしっかりとした答えを持っていなければならないと、そう教えていただきます。イエス様は、あなた方は地の塩であると語られ、またあなた方は世の光であると語られた。その後で、山の上にある町は隠れることができないと語られました。マタイによる福音書5章の13節から14節で、山の上に置いていただいた私たちは明かりなんだとイエス様はそう言われるわけです。それを隠しちゃいけないよ。そうですね、イエス様は私たちにですね、期待をしてしかしヨセフはこの告白によって投獄されることになるわけであります。彼は裁判を受けることなく投獄をされます。19節と20節をもう一度ご覧ください。あなたの奴隷が私にこんなことをしたのですと訴える妻の言葉を聞いて、主人は怒り、ヨセフを捕らえて王の囚人をつなぐ監獄に入れた。冷静な時にはヨセフと共に神様が働いておられるということを見ていた、実感として感じていた、その主人ポテファルが妻の訴えによって冷静さを失い、ヨセフを取り調べることなく捕らえて監獄に入れたので、10月15日の日曜日、中之島にある国立国際美術館に出かけました。聖書物語の題材にしたですね、バベルの塔、バベルの塔、そう、バベルの塔、このですね、バベルの塔展を見に行ったのであります。この1点だけがですね、出ているというだけで掲示されているということではなくてですね、他にもたくさんのですね、作品が展示をされていました。私はですね、このバベルの塔も見たいけれども、今日のですね、メッセージ、箇所の準備をですね、するために、雨の中ですね、出かけた、家内とですね、出かけました。そして、ですね、見せていただいたわけでありますけれども、ちょうどですね、ポテパルの奥さん、ヨセフを誘惑したポテパルの妻の妻も描いたですね、絵画もですね、見ることが、ポテファルの妻を描いた絵画もですね、このバベルの塔展、バベルの塔と同じとは言わないけれども、本当に人書きができるほどですね、多くの人たちが関心を持っているんだなということをですね、実感として見させていただいたことですけれども、やはり会場、日曜日最終の時でありましたけれども、たくさんのですね、人たちが出かけておられたわけですが、あんなにクリスチャンの人たちが多いのかなと思うほどですね、日曜日に集中したのかな、そういった中で見させていただきました。絵画の添え書きにこのように記されていました。旧約聖書39章に記されたヨセフをめぐる物語のエピソード、
ヨセフの役人ポテファルの妻は召使いのヨセフに何度も不貞を迫るが彼が拒否したため彼の服を夫に見せてヨセフに乱暴されたと嘘を言って訴えている場面であるとそういった説明が昔も今もフェイクニュースを流す人たちがいるというトランプ大統領がよくですねフェイクニュースフェイクニュースってそう言われるわけでありますけれども嘘のニュースを作り上げてですね、拡散をする、それをですねフェイクニュースというんでしょうかフェイクニュースの拡散夫婦仲が良いのは素晴らしいことであると思いますしかし事実ではないニュースを流され無実の青年が耐え難いレッテルを貼られて登録されたので、はい、ヨセフはこうして社会の交わりから取り去られたのでしかし、今日のお読みいただいた箇所でございますけど、しかしとありますね。すごいな。私たちが信じる神様は生きておられるな。そうですね。このしかしという言葉を見て教えていただきました。しかし、主がヨセフと共におられ、恵みを施し、感謝の目にかなうように導かれたので、官長は監獄にいる囚人を皆、ヨセフの手に委ね、獄中の人のすることはすべてヨセフが取り仕切るようになった。ヨセフが生きた時代、ヨセフのまだこの時、なんと、ヨセフは感謝したことがなってそうですねヨセフの思いの中にですね思いを見させていただくことでありますこの出来事は主様の復活の出来事にも似た逆転の恵みではないかなとそう思います試みの波に飲まれ望みたいと思うとき、主の恵みの数々がなおも大きに驚く。旧約聖書153番1節。良いものはいずこにあっても輝きいで。ヨセフはポテファルの家にいたときと同じように信頼され、大切な働きを任されるように。つながれた状態の中にあって自然と隔絶されたそういった中にあっても神様の恵みは変わらなかった彼は用いられたのであります榎本康郎牧師はご自身が書かれた著書一日一章の中でこのように言っておられます確かに私たちも人生途上においていろんな出来事に出くわす人からあらぬ嫌疑をかけられることもあるこの年もそれぞれに思いがけないことに出会ったりいたたまれないような思いに立たされることも一度や二度ではありますしかしそんな時でも主がヨセフと共におられたようにこの私と共におられるならば私たちはその瞬間の出来事に心を奪われ不安になることはないヨセフはポテファルの誤解を受けて倒木に甘んじている主がヨセフと共におられるゆえメッセージはこのくらいにさせていただきたいと思います。ヨセフの生涯、まだ
あとはですね、長いことでありますけれども、またお許しいただけるときにですね、あのところをこの寄せ物障害から学ばせていただきたいと、そう思っております。それでは。